皆さん、こんにちは。ハワイケイスケです。本日2024年4月の17日、15時47分、サイバー攻撃で、文章を少し変えられたりとかが多々発生しますので、その動画で、記録して、一応皇室の方たちなどに、どういうような状況だったかっていうこと、一応ホームページは圭介の履歴の、その今までの文章の方だけだと、その、あまり伝わりづらいと思うんですね、全体的な内容。で、それで動画で撮影して、言っておこうかなと思っています。で、その淡井圭介に結婚話をしに来た人たちと肉体関係ありません。で、もしかしたら、一人二人、キスをしたことがあるかなどうかぐらいですね。そもそもデートというものがないんですよ。従業員食堂まで歩いたりだとか、そのフルーツフラワーパーク内を、案内するだとか、あとは、あと一つだけいいこと。これはもう、僕から見て女性の方以外でね、男性の方も、そのフルーツラパークって、その夜、例えば、夏場とかだったら、その夜遅くまで、バーベキューコーナーとかが、仕事があって、帰宅する時の時間が遅くなると。で、その時に、フルーツラパークのその、ゲートの近く、あの辺りのところまで外に出てから、夜空を見上げると結構星が見えてたんですね。で、それを、何人かの人、何回かですよ、見に行ったことがあったと思います。グレイの皆さんとか、ビーズの皆さんとか、あとルナシーの岡村隆一さんも働きに来てくれてましたよね。その、いろんな方たちがいたと思うんですけど、今も惜しいって言われてる人の名前は、その当時は、僕と年齢の近い人なんですけど、ちょっと年下の人なんですけども、相当売れてたのは売れてたはずなんですけども、それはもう言わない方がいいんですかね、その人たちの名前。頼むっていう声が聞こえてきてるんですけど、その話は一旦、じゃあ置いておきましょうか。ジャニーズ関係の人なんたんですけども、その一応ね、ホームページは圭介の履歴で、その女性関係でね、その僕に結婚話をしに来た人たち、ちょっとこれで見えますかね、どうですかね。番号、その 1.4 番とかの近く、1.1 番の近くに表一旦を、作ってます。その番号とか整理整頓がなかなか大変で、何回も言いますけども、僕まだ女性と海行ったことありません。その小学生の頃まで遡ったら、その学校とかで、そのゴミ拾いとかで、学校全体でね、その行ったりとか、そういうのはあったりしたんですけども、ちょっとね、あんまり、二人きりの、異性とのデートで、海に行ったことあるかって言ったらない。で、その他、もうほぼないと思ってください。特に、有名人になった人、ありません。で、名前がたくさん、出てきてますけども、その人たちと、もともとどういうふうなことがあったのかのところで言うと、未来からの時間軸からの声、学校の先生が聞いていたりとか、同級生ももしかしたら聞いていた可能性はありますね。か、もしくは、その頃から、偽名を用意されていただとか、そういうふうな話になってくるかもしれません。大抵の人は本名だとは思うんですけども、アナウンサー関係の人は。僕もその身分証明書っていうものを確認したことがまずないので、わからないとしか言えないんですよ。ある程度その、
本気でね、その結婚話とかをした時に、そこからの一歩先の話とかでね、いや実は阪神・淡路大震災のその東山高校の解体の話も、まあ、全然進んでなくての話とかになった時に、いやまだ大学卒業してないので、卒業してからもう一回話しましょうかとか、まあそういうふうな話になったりとかしてました。でそのやっぱり何人か本当は兵庫県民なんじゃないかなとは思いますね。阪神・淡路大震災があってそれでテレビ出ていたんじゃないかなと。であとまあその役者関係の方とかに行った人、まあ俳優その女優とか、まあ、そういうふうな形の人たちはその正直も本音で言いますね。そのちゃんとどんな写真集を出してるかどうか調べなかったら、危ないっていうところですね。まあもうここには表記してませんけども、そのまだちょっと CM が流れていてちょっとまあこちらはもう見るのも嫌になってくるんですけども、例えば菅野美穂っていう女優がいたんですけども、その二十歳ぐらいの頃に写真集を出してるんですね。で僕の記憶ではその東山小学校で同級生だったと思うんです。1年生の時だけですよ。もう2年生の頃にはもういなくなってましたから、東山小学校から、神戸市兵庫区東山町にあった、東山小学校だったんですけども、で、あとまあ、アナウンサーの、まあ、今はもうテレビで見かけませんけども、西尾ゆかりっていう女性アナウンサーが、昔いたんですけども、その者たちとかも、もともとズームインとか、ああいう風な番組で、まあ、ズームインっていう、その、朝の、早朝からの放送番組があったんですね。まあ、報道というか、まあ、報道とバラエティを足し割ったような番組ですけども、大体どこの局もその時間帯。で、小学生ぐらいの子供とかを集めてたでしょう。で、そこからこう、そういうふうにアナウンサーになっていたのか何なのか、まあ、ちょっと僕の方もよくわからないんですけども、その何か説明を子供の頃から西尾ゆかりがここをこうしたらいい、ああしたらいいっていうのを言っているところの映像とかは見たことがあるんですよ。でまあ小林麻也真央さんに関しては多分僕は東山小学校の2年生弟が生まれるぐらいの頃に僕の自宅に泊まりに来たことがあると思うんですよ。で当時多分幼稚園、まあ保育園通ってた保育園ぐらいの年齢、小林麻也が多分泊まりに来たことがあったと思うんですね。で学校は同じじゃなかったでしょう。もしかして東山小学校でした。ちょっともう僕の件謎が多すぎるんです。でもうテレビ見ていてその嘘が多かったりだとか以前の内容を何回も放送してるっていうことに気がつきましたのでもう誰かが本当のことを言うしかないなと。そのテレビ出るに向けてまあちょっと一般の方とかで、今後アナウンサーになろうと思ってる人たちとか、これ男性アナウンサーもそうだったんですけども、もう番組の途中でね、大声出して、男性アナウンサー、もうこれが本当のことだって思えないんですよっていうことを言い始めて、以前放送した内容なんでしょうっていうことを言い始めて、だから自分がテレビに出て、その日々発生してる事件だとかそういったものを読んでるんじゃなくて、以前放送したものを何回も自分たちが放送してるっていうのを私が客観的に見る限り、その様子では演技でしてるんじゃなくて、起こり方とかを見る限り、その入社してから分かった方で、その方式じゃなかったら嘘でお金稼ぎしてることになるから、その知らないままテレビに出た方がいいとか、何か言い訳ができるとか、何かもうめちゃくちゃな考え方を持ってる人たちの意見とかも聞いたことあります。いやそうじゃなくて、
してしまった後になるから、だから一般人の人たちがニュースを見て、その世の中にどういうふうな影響を与えるかっていうこととかもありますし、そのまあ、これ別に文句でも何でもないんですけども、まあ、モデルで海老原ゆり、押切萌さんとかも、まあ、フルーツラーパークに確かちょっと働きに来るような形で一緒に働きませんでしたっけ。でその元々の話は、元々女性のモデル雑誌で JJ っていうものがあって、それに、まあ対抗するって言ったら変な言い方になるかもしれませんけども、そのもしかしたらそこもね、辞めた、まあその解雇された後自分たちで何か出版しなきゃならなくなったのか、なんかその辺の処置は分かりません。キャンキャンっていう雑誌を、作ったみたいです。でそこのその看板、モデルとして、まあ、2人が出て、でそのたくさんテレビに出ることによってで、その発行部数を飲んだったみたいですね。で、初年度ですかね、その最初の方は、まあそこそこ売れたみたいで、年間でですよ、年間で50万部売れたりとかだったらしいです。で、まあ、販売価格とかその取り分を考えていただいた時に、その店舗のね、本屋さんの取り分のこととか、運送料だったり代だったりだとか、その撮影に関しての経費だったりとか、いろんなことありますから、その50万部をね、その販売価格で掛け算しても、そこからの引き算がありますから、その辺のところをまあご理解していただいて、まあ押切萌さんと海老原ゆりさんがもうある程度の年齢になってきたら、もう年間の発行部数が11万部とかで、年間ですよ、一月に一回その発刊されてるんですよね、その販売されてる。月1、それとも週1ですかね、ちょっとその辺僕もよくわからないんですよ。だから週1だったとしたら、その年間11万部だったら1ヶ月で1万冊届かないぐらいでしょう。だからそれを4週間に分けたら割り算で4だから、だからまあ2000冊ぐらい日本全国で1週間で買われている人たち、週間だったらとしたらですよ、まあ月間だったとしたら、まあ1万冊ぐらい、最後の方。だからもともとその出版とか、その業界って何万冊とか、例えば小説とかを書いて売れたら、それだけで結構売れてる本の世界なんですね。まあ本当の人口の絶対数の話とか、ホームページは IKS 現役の51番とかを読んでもらったら分かると思うんですけども、あとはスポーツ関係で言うと高橋直子さん、まあそのフルーツラバークに働きに来て、僕よりたくさん食事されてたんでびっくりしました。女性の方で、見かけは太ってるわけでもないじゃないですか。で、すごくそのマラソンで食べ物をたくさん食べなかったらできないんですよっていうようなことを、言ってくれていて、でまあその一緒に走りましょうかって言われて、後からその日本代表を目指してる人だということを聞いてね、そのもう仕事の後とか、合間はないですね、仕事終わった後とかですから、まあその当時僕オートバイ乗ってまして、オートバイで一緒によく走るんだったら、それだったらいいですよっていうような話で、まあちょっと走ったか走ってないかもうこれぐらいにしときましょうと、こんなところオートバイ走ってたら怒られますからということで、まあちゃんとアスファルト敷いてるところですよ、やっぱりやめとこうっていうことで、なんとなくこんなことしとったら怒られるかもしれんから、やめとこうと思って、でまあバドミントンでいうと陣内貴美子さんももともと来てらっしゃるんですね。でそこから、塩田玲子と小倉久美子さんという話になって、でこれもともとね、その結婚話を飲んで関東関西でこれ無理あるんじゃないのかとか、まあそういう話とかあっ
で、その当時、河川水門開式ダム発電、地下水流ストレートトンネル発電の件とかで、この人は東京に行く人だとか、まあ、いろんな話が各自によってどれぐらいその僕のことをどういうふうに認識してるのかっていうのは、もう話がバラバラで、全員が一度に集まって話をしてたわけじゃないですから、みんなかいつまんでいろいろ話を聞いていったりしてた方ですから。まあ、そういうふうな形でしたね。で、バドミントン、潮田玲子さんと小倉久美子さんの後、誰かいましたっけ？いないですよね。あ、そう、あと、伊達公子さんも来てました。だから、伊達公子さん、世界ランキング一時は2位まで行ったと思うんですけども、やっぱり僕と会ってからでしたっけ？あとは、まあ、上村愛子さんは、スキーの方ですね。まあ、頭の中の渡し方とかはしっかりとまだ、今ほどその解明できてる状態ではなかった頃のオリンピックでいい滑りはできたんですけども、感覚的にはこれ銀メダルまで届いたんじゃないかなぐらいの感覚だったんですけども、もうタイムも良かったし、特にバランスを崩してるわけでもなかったし、まあ最終的に結果は4位だったんですが、これもともともしかしたら淡井圭介と結婚話をした云々のところで、その当時上村愛子さんの場合は別に付き合ってる人がいたっていうことが、そのオリンピックの大会の前に放送されてたじゃないですか。で、まあそういうふうな話で、その順位になってるんじゃないかなって、それは潮田玲子さんと小倉久美子さんも、それでまあ最終的にその部分、コンピューターの作用とかがあるでしょう。だからまあそれでそうなったんじゃないかなと。まあ、だから実質的にあって、で、と、あ、えっとね、潮田玲子さんと小倉久美子さんは湊川神社で会いました。で、座って話したと思うんですけども、何を話したかの記憶が全く戻ってこないんですね。ただ、その当時から残念ながらお二人とも髪の毛染めていました。分かっていて敷いたのかどうかなのか。まあ、他の考え方で言うこと、もし髪の毛染めていなかったら、いや、だから海洋基本法違反ですから、本当は。もしかしたら勝ててたかな、メダル何かしら取れてたかなとかは今思えばありますね。で、まあ、八木沼純子さんも、2002年サンプレス六甲に来た時に、八木沼純子さんも、その前に多分フルーツ・ラ・パークで僕と会ってたと思うんですけども、まあ、荒川静香さんもそうだし、荒川静香さんも髪の毛染めてきてましたね。で、まあ、安藤美姫さんに関しては、その当時、小学生ぐらいだったと思うんです。で、多分安藤美姫さんに関しては、安藤証券さん、名古屋の方の証券会社なんですけども、そこの親族の人なんじゃないかなというところですね。もともとけど証券会社もずっと合併の方ですよ。企業合併でどうにかしてる方で。結構いろんな部分に関して言ってるんで、まあ顔は出だしからだいぶちょっと こういうふうになってますけども、まあ結婚希望相手は佳子さまで固定なんですけども、古舘伊知郎さんももともと僕と会ってた方で、それから「報道ステーション」という番組、古舘プロジェクトということで始まるような形で、当初のそのメンバーは竹内恵美さんと河野明子さんと市川博子さん。竹内恵美さんが確かスポーツコーナーで、河野明子さんが政治経済で、市川博子さんが気象アナウンサーで、気象アナウンサーでいいんですかね。で、まあ、フルーツ・ラ・パークで会ってますね、3名とも。働きに来ています。あ、モデルの方で、あと、たまる真紀さんっていう人がいたんですけども、これもともと、ちょっとまあ、もう埃かぶってしまってあれなんですけども、ちょっとわからないですよ。この、たまる
洋服店っていう、もう文字もちょっと消えかかってるんですけども、電話番号はね、括弧で34、括弧閉じるで1802、その後の番号は多分ないんで、市外局番が多分記載されてないんだとは思うんですけども、たまの呉服店の人が結局 モデルになっていたんじゃないかなと、その呉服店が今でもあるかどうかわからないですよ。で、田丸さんもそうですね。僕に会いに来て結婚話をしていた方ですね。だからもう途中からもう話が、不思議なことに、ほとんどの人を、数日経過した時に忘れてましたね、僕は。記憶がなくなる。仕事で忙しいっていうこともあったんですけども、定時制高校通ってましたから、1997年から8年の3月まで、3月下旬ぐらいまで。1998年の3月下旬が長田工業高等学校の卒業の日だったと思うんですけども、基本的に昼間働いて夜学校で、阪神・淡路大震災が発生してここに引っ越しに来たのであって、もともと兵庫から長田区ぐらいならの感覚で、通学してましたから、その通学距離とかが距離が遠くなると、それだけで、なかなかの負担で、自然と、そのスポーツの勝ち負けで言うと、遊んではならないルールにはまり込んでいたのか何なのかっていうところにもなってくるんですけども。アナウンサー関係の人とかでも多分名前まだで、どの程度その結婚話をしていて、どの程度その本気だったのかどうなのかっていうのは、それは各自によって違うでしょうし、早々に、やっぱりこうなりました、ああなりましたを言いに来た人は言いに来てましたような気がしますとしか言えないです。はっきり覚えてないので。役者の方もね、鈴木杏樹さんは、その1999年の、大阪ヒルトンホテルの王朝という、中華のレストラン、そこで働いている時に、旦那さんと結婚して食べに来て、その結婚報告はしに来てくれたんですよ。で、鈴木杏樹さんはね、私の母親、浅井聖子という名前だったんですけども、違う違う、浅井春子、ごめんなさい、浅井聖子はおばあちゃんでした。浅井春子なんですけども、その母親と、鈴木恵子さんっていう、鈴木恵子さんが鈴木杏樹さんの母親じゃありませんでしたっけ？それだったら私の母親と同級生なんですよ、そのお互いの母は。それで、その東山高校に昔遊びに来たことがあったんじゃないかなというところですね。千堂明穂さんも確か神戸市出身で、自動車販売店とかで最初どこかで会ってたと思うんですよ。藤原紀香さんは親戚のうちで会いました。で、一応これあと、年上で言うと、米倉涼子さん。米倉涼子さんは多分、2002年の経団連の会長の米倉さんの親族の人なんじゃないかなという見立てなんですけども、阪神・淡路大震災がありましたので、その会社がえらい目、とんでもないことになってるんですよ。やっぱり倒産がありますから、それで、その仕事を回し上げようみたいな話であったと。もともとはそのはずなんですよ。で、そのドラマとかでも、ベッドシーンとかはなしというような形でね、その片方で進まなかったら、物事、ずっとややこしい方向に進みますね。松たか子さんは、これね、僕は子供の頃、父親か誰かに連れて行ってもらった歌舞伎座、それが幼稚園の頃か、保育園の頃、そこで初めに最初会った方かもしれないですね。で、
名前と住所、電話番号を伝えて、まあ、その縁云々でフルーツラーパークに働きに来た。まあ、2001年、フルーツラーパークのレストランカトレアの店長をしてるときに、松たか子さんが、まあ、働きに来た、いたのは、はっきり覚えてます。な、前も一緒に働いたことあるのかもしれないです。まあ、言われた通り、しっかりと、テキパキ動いてくれてたんで、素早く動いてくれてたんで、まあ、助かりました。あと、まあ、話は合いやすかったですね。ただ、結婚話の件に、ああ、そうそう、結婚話の件に関して、洗い場のおばちゃんか誰かが、もう今言っとかんかったら、もうずっと、もうみんなそのまま帰っていってしまってるからっていうことで、僕今、もう本当は笑いながら言わない方がいいと思うんですけども、もう僕も我慢の限界が来て、今ちょっと笑っちゃったんですけど、そうじゃなくて、ちょっとね、松たか子さんが急にね、まあ、仕事場でそういう子見た話もするのもあれだし、もうレストラン片側でしょ。だから、20時30分に、まあ、一応、閉店クローズということですから、まあ、その後、まさかホテルの日にその時間帯に話すのもあれですから、だと思いますよ。松坂さんが、私の部屋に来てくださいっていうことを、急に大きな声で言われたもんだから、びっくりして。いや、だから、まあ、これ、多分ね、言い方だと思うんですけども、多分気合い入れて言ってくれてると思うんですよ。だから、急に何怒ってるんだろう、この人って思って。いや、違いますよ。僕もその時、誰それと結婚話した女の話、本当に全部忘れてる方だから、自分からしたら、特にその、結婚話云々とかで、その、後ろめたいような気分とかは全くない状態なんですね。まあ、今でも本音で言うと、どの部分で僕は後ろめたい気持ちに今更ならなきゃならないのかっていうことにもなってしまうんですけども、あと、まあ、役者で釈由美子さんっていう人も、今はもう全然見かけなくなりましたけども、この人はね、学校か子ども会からの、まあ、遠足みたいな形で、どこかへ、まあ、近隣の、まあ、兵庫から近隣の、その、どっかの空へ行くときに、電車でね、新開地の駅です。ごめんなさい、神戸市民の人ぐらいか、まあ、その近隣の方たちぐらいしかわからない話で、神戸市の、その新開地っていう駅があるんですけども、そこで、ドアが閉まる前に、おばあさんが、その、ちょこちょこちょこっとこう走っていって、乗ろうとして間に合わなくて、そのままドアが閉まった時に手挟んだんですよ。挟んだままで。それで電車が動き始めて、そこの学校の先生だったかな、子ども会か、ちょっとどちらか忘れましたけども、学校の先生、学校で行ってた学校の先生ですね。学校の先生が、すぐにダッシュして、こう、扉を、なんとか開けようとするんですけども、その人間の力じゃどうこうできるものでもないじゃないですか。それで、大声で、電車止めて止めてっていうことを大声で言って、で、それで、その頃は、運転手さんと車掌さん、後部の方にもう一人人間いたんですよ。今、電車空いてる時って運転手さん一人だけのところ多いじゃないですか。まあ、後部の人がいたから、その声聞いて、もう一回見て、ああ、挟んどうっていうことで、それで急停止したんです。で、あのままだ、どうなるかっていうと、そのまま走っていくと、手挟まれたまま引きずられていきますよね。もうえらい、もうとんでもないことになります。で、そこからの話で、その話からの手柄で、何か釈由美子という、釈由美子とまで言ってたかな、釈っていう名前で、なんか芸能界に出てるけど、どうこうみたいな話をその人に、まあ、してもらったというか、されたというか、よくわかんない。まあ、結局、フルーツ・ラ・パークもその1998年ぐらいの頃に働きに来てたんですよ。で、何か覚えていませんかとか、何かそういうことを言ってたんですけども、その頃は小学生の頃にそのドア、
指おばあさんが挟まれた事件がありましたから、やっぱり、そのことの経緯っていうのを説明していただかなかったら、まあこちらとしても、まあ、人材派遣会社の人として働きに来た人なんだろうなという感覚ぐらいしかなかったですね。で、あと深田恭子というものに関しては多分同級生の妹だと思うんですけども、その、まあ、写真集の方、まあ、昨日自然と流れてきたそのいろいろ動画を見ていた時に、この露出の仕方はダメじゃないかっていうのが出てきて、もう怖くてね、もう見えなかった。だからもうその辺のところはもうはっきりしてますわ。だから僕と結婚話しようが何しようが、そこまでしたけど、もう絶対僕無理だから、本当に下着をもう平気で見せてる以上のことをしてる人、もうダメだから、本当に。もう無理無理。そういう人と関わるのは僕はもう、お断りという、これ以上もややこしいことになっても困りますんで、本当に。まあ多分、まあここ数年前にもね、今もう記憶戻ってない、一時期そういう記憶を、フルーツラパークに働きに来たアイドルでいうと大倉優子っていうものも多分来ていたと思うんですけども、ちょっと前に、ね、そこの坂で横すれ違ったの大倉優子というもので、隣に209号室に入ってませんでした。目的は何なのかよく分かんないですよ。で、この人、大丈夫な人ですか？もういちいちその家でね、そのどの人はその検索ワード、エロ写真集とかそう打ち込む嫌だから、残るでしょ。誰か身勝手に家の中入ったりしてるでしょ。で、まあ、警察官の方の人とか、それね、ある程度だから、ご理解してほしいのは、僕も、女性であったとしても、どういう人に対して気をつけなければならないのかのところで、テレビに出ていた程度の人だったら、どんなことしてる人かわからないから、一応ある程度調べなかったらもうわかんないんですよ。で、もうこの話ずっと辿っていくとね、なんか、ね、どこに、おかしいって、もうこれやっぱりアニメで、なんか良い話作るしかないんちゃうかの話、なっちゃうんですよ。そしたら今度、もうわかんない、もう声優さんなんかもう顔もわかんないから、一応新海誠監督とかを前面に押し出す方向で、今まで良い作品作ってくれてた人ですから、僕からの提案で、ね、君の名はとか天気の子とか、すずめの戸締まりとか作っていただいてますけども、もうそれはそれで、なんかもういろいろ調査してる人たちなのかどうか、いやだから、ね、本当の記事と嘘の記事が混ざり込んでるか、僕もよくわかんないんですよ。で、こんなにたくさん対象者いて、全員調べられるかでも、今度スポーツの話とか。無理、同性の人間ですら、僕はいろんなスポーツ選手、もう世代交代あるから、もうものすごい数になりますから、1000人超えますから、本当に。覚えれない、本当に。で、その人たちが、特に男性のスポーツ選手とかで、実は警察官とかそういう。情報処理能力。こっちも追いつかない。そんなにたくさん覚えてない。顔まで覚えてられますか？無理ですって。誰がしたってこんなの無理だから、本当。横通り過ぎるだけ、もうそっちから声かけてくれんかったら分からない。マスクまでし始めたらもうお手上げ。もうマスクしてるだけで、もう僕の感覚から行くとですよ。それはまあ公務員の人とかでもマスクして、まあちょっと前だったら副官房長官の人。有馬警察署に現れて、僕はね、その晴れ間整骨院でね、車止めてる人たちが、それ基本的に休日日の日曜日のはずだから、またそれが電気ついてる時とついてない時があったでしょ。で、まあ一応それナンバー押さえて、撮影した後、まあその後、まあいろいろ何かしてから別件で有馬警察署に行ったら、副官房長官の人が、政府のですよ、副官房長官、もう大急ぎで反応してて、多分駐車禁止の方の反応してたんじゃないですか。
僕も分かんないで、インターネット記事を見たら、もう正直もう僕もね、あの、うん、だ大各大臣は、うん、まあ、大体覚えておかなきゃならないとか、せめて自分と会って話したことがある人はとか、そう思ったりとかもするんですよ、するんですけども、やっぱり覚えておくこと、覚えて固定しておくことが難しくて、インターネット記事とかで、その時その人の顔写真の横に文字は官房長官ってか、ちゃうちゃう、防衛大臣って書いてたんですよ、防衛大臣。それでその人に、防衛大臣の木原さんですかって聞いてみたんですよ。そしたらその人、副官房長官の方だったんですね。僕と年齢近い方で、多分もともと警察官として働いていた方だとは思うんですが、もう僕も今、いろんな記事見ていて、もうそれもう整理整頓僕のもうできてないんで、もう各自もう皆さん、あの、僕のこの言い方でね、あ、もうこの人わからないまま言ってるなっていうのを理解してもらって、あの、聞いてもらえますが、もう僕もこんなにたくさん、わかんない、急に現れるから。わかんない。世代交代、もうこの間も昨年内閣改造あったところです。わかんない、内閣改造。内閣交代でいいじゃないですか。絶対笑わせるつもりでしょ。内閣改造そんなね、あの、まあ、法務局で昔フジテレビのアナウンサーだった平井理央アナウンサー来たことありましたっけ。で、姉妹で姉の人がいたんでしたっけ。で、姉の人が結婚したのが日本ハムファイターズの片岡さんで、阪神タイガースに来られたんでしたっけ。一応まあ電波の声はうんっていう声は聞こえてるんですけども、子供の頃の声で言われるか、多分当人なんだろうなという、ってこっちもなるんですよ。一応まあ調べた、いろいろ調べたら調べれるとは思うんですけども、まあまあまあ、あの、あった方で、その、ね、平井理央さんの場合は一応さん付けで言いますけども、その当時僕と初めて会った時、多分平井理央さんは高校生ですよね。あの、一応アナウンサーの皆さん全員年齢をそのごまかしてない、年齢まで嘘をついてないという前提で、ウィキペディアの方ですよ、前提で僕話してますので、そのフルーツアーパークで、そのバーベキューコーナーとかで、夏場がその夜も営業をしてましたので、まあ勤務時間がそのまあそこそこあって、まあ、昼間とか、暇な時休憩もらって、昼寝しに行ったりしてたんですよ。4階事務所の、従業員用の、宿直室っていうところがあって、で、今考えたらおかしいんですけども、確かもともと最初、内側から閉める鍵があったはずなんですよ。気がついたらね、内側から閉める鍵がなくなっていて、僕そこで寝てたんですよ。で、あ、もう起きなあかんなぐらいの感覚でこう、目開けた時に、もうちょっと、もう行かなあかんわってこう、なった時に、こう、パッてこう見た時に、まあ、平井理央だったんですけどね、女の子は座ってるんですよ。え?って。なんでおんのっていう、誰って見たことないって思って、で、その隣から、隣の部屋が女性用の従業員用の宿直室だと思うんですけども、本田智子が入ってきて、もうその頃から、平井理央は髪の毛まだその頃染めてなかったと思うんですよ。本田智子は髪の毛染めてました。で、なんか、嬉しそうに、なんか、いや、だから僕からしたら、ね、何この人たちっていう、誰、君たち誰っていう状態で、いや、前から僕、何年も前から働いてるから、君たちこの人じゃないでしょって、寝起きなんかでとっさに動けないですから、本当に。こんなややこしい、もう現場早思ったら、お前、いつまで休憩しそうなの話になるから。本当、本当。いやもうちょっと話深掘りすると、あの時になぜね、男性とはいえ男性もうちからか鍵閉めてなかったら危ないですよ、本当に。今よく考えたら、なぜ
フルツラパークの宿直室、鍵なくなってたんだろうって。いつの間にか誰かが付け替えてる。もともとあったはずですよ。そのとこ安心して眠れるわけないじゃないっていうね。ちょっとあの動画の、収録時間がなくなってきたので、一旦、まあ、ここまでにしておきますね。まあ、本日2024年、4月17日、16時32分、まあ、先ほどからの、結婚、話をしたことのある人について、まあ、その、大体1998年のフルーツラパークの件と、あと、子供の頃に会ったことのある人の、名前とかを挙げて、いろいろ、述べてる部分の続きですね。それ、まあ、ちょっと思い出しました。川野明子さんは、多分、子供の頃僕の自宅に、東山高校の頃、神戸市兵庫区の阪神・淡路大震災前に、小学生の頃電話かけてきたことがあったと思います。まあ、その、メメントモリっていう、まあ、レゴブロックの、その、要塞を作っていてですね、お年玉で買ってもらって、ね、そこからね、そのなんか、おかしいな、前会った時はエネルギーの残、なんかエコロジーの支配はどうこうって話をされて、何かで役に立てるしかないみたいな話とか、急に言ってくるって、なんか父親のね、様子がおかしかったんですよ。向こうも急に言ってくるからなとか、何かそんな話で。嘘を年玉で買ったもん、レゴブロックの言葉で、隣に川野明子以外に誰かいて一緒に電話かけてませんでした。小林麻耶とかじゃありません。なんとなく年齢そこ同い年ぐらいじゃありません。大江真理子はその間なのかな、同じぐらいの年齢、僕の一つ年下でしたよね、大江真理子さん。ワールドビジネスデライトの。大江真理子さんは僕の親戚のうちに確か来たことあったと思います。神戸市北区若葉台で、もうその住居は存在しないんですけども。ちょっとごめんなさいね。ちょっと笑い話を今思い出したんですけど、まあ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 、何か面白いこと言って、その、喜ばせてあげなきゃならない話とか、一時その親戚のうちに、何回も、顔を出すというか、まあ、遊びに行くような形で、そこに誰かがこう、会いに来るような形で、まあ、せっかく来たからには、その、まあ、楽しませてさ。まあ、まあ、その辺のところがね、ちょっと思い出し笑い、その、まあ、これもいろいろ言われたんですよ。自分が楽しんでたら相手からしたら、からかわれてるって思われるから、相手が笑うまで頑張らなく。真面目な話で。で、そのね、ワードビジネスサテライトで言うと、その、滝田さんっていう人が、2024年の3月まで出てました。以前の内容を放送してました。まあ、滝田さんの姿が見なくなったんですけども、その、まあ、それで大江真理子さんが、ワールドビジネスサテライトのキャスターということでは、音声では聞こえています。一時期何か大江真理子はそのフリーかか何かっていう話になった時に、僕の方でもうちゃんと会社に残しといてくださいと、あのフリーアナウンサーはあれこれこういうふうなことになってるからということで、まあ対応していただきましたですよね。キャスターですよね。いや、その古舘さんの件があったから古舘プロジェクトということで、古舘さんのところでその報道番組を報道してるみたいな形でのその放送をしてたみたいなんですけども、まあ何があったのかちょっと僕もよくわからないんですけど、いやっていうのはその裁判云々とかお金がどうこうみたいなところとか、何か放送をしてはならない内容がたくさんいっぱい出てきて
で、その、もうこんな方法も、どっかまだそこまで悪いことしてない人を探してきて、その人に知識が堪能でって、もともとテレビ局はどういうところか知ってる人で、ちゃんと真面目に頑張ってくれて、エロ業界とかそっち側の方に行かないで、その従業員とかでもそういう人間発生しないように、頑張ってくれる人探してこなあかんみたいな話。まあ、それでまあ、古舘伊知郎さん番組スタートされたはずなんですよ。だから、そのパターンがあるから、ワードミスサテライトと名乗っておいて、もうまさかその方式だったら、まあ、月金とかになると思うんですよ。だからまあ、今なんか、金曜日だけですかね、大山莉子さんが出てるの。キャスターということで、もう役員になってます、取締役とか。テレビ東京さんの。大下容子さんは、まあ、取締役になったり、安住さんもしてるんですよ。一応その辺は僕の方から、もう何年も前に、高島屋宛のルートの SD カードで言ってるんですけども、その、まあ、テレビ朝日の元々の社長のウィキペディア上、まだその社長っていうことになってる早川さん、もう80歳超えてるじゃないですか。今から10年以上前に、宝塚、歌劇団か宝塚音楽学校、音楽学校の方だと思うんですけども、いじめ事件で、曜日は土曜日っていうことは覚えてますね。13時ぐらいからの法廷を傍聴席に見に行った時に、隣の奥田さんと早川さんが座っていて、最初、早川さんで気がつかなかったんですよ、全然。で、その早川さんも少なくとも1999年、大阪ヒルトンの王朝というレストランに背広着て来てますよね。で、その年齢的にね、ウィキペディアで30歳、あ、じゃあ80歳ぐらいの年齢になってるじゃないですか。それがもし事実だとするのであれば、役員へ行くイコール何がどうなってるのか、その会社の諸事情。だから何か役員、イコールほとんどもうただ働きみたいになってるだとか、まあ他の人じゃ、その早川さんに、降りてくれって言えないだとか、言い出しにくいとか、その話は昔から聞いたことあるんです、いろんな会社で。だからそれ、まあそういう部分を含めて、人道的な部分を含めて、それで、なる人様に、まだ、平成の天皇陛下はお亡くなりにはなってませんでしたけども、その徳仁様に、即位していただいた方がいいんじゃないですかと、まあ、美智子様と、ごめんなさい、ごめんなさい、土佐様に来て、毎回もう最近これなんですよ、まあ、上皇天皇、現在の名称を、名前でちゃんと言わなかったら、何かこう、申し訳ないなとか思ったりとかもするんですけども、その未来の時間軸からの声掛けとか、その僕は見てるっていうこと、フルスラパークで僕は働いていた頃からわかるから、その皇居に来るように誘うような形でね、ここなら薪もあるよっていうことを、後ろの木とか見せて、そのエネルギーの残存量問題とか、その僕が二十歳ぐらいの河川水門回収ダム発電とか地下水トンネル発電の方ですよ。その頃から本当は僕は誘われていた方で、一回本当はその園遊会で招待状来てるんですよ。フルーツラーパークに僕宛てで。ちょっとまあ話がだいぶ飛んでしまいましたけども、結婚話の人たちの話から。菊川怜さんもフルーツラパークに働きに来ていますね。前田亜希子という人もそうですし、ただ本名じゃないような気もするんですよ。で、林真央っていう人、最初はどういうふうな漢字表記だったと思うんですけども、気がついたらカタカナ表記に変わっていたりだとか、で、それね、あとまあ、虎屋敦子という人、それね、虎の谷と書いて、虎屋敦子って読むんですけど、阪神、その関西、阪神タイガース、
まあまあ大阪府とかその近隣の県とかだったら、まあ、昔から阪神タイガースのファンの人たちは多くて、まあ球団の歴史自体が長い。その球団ってね、一回名前変わったらやっぱり難しいんですよ。本当にどこの球団もそうなんですけども、社名は絶対変えない方がいいです。本当にどこの会社も、どこですかそれはって言われますから。急に名前変わっても通達先とかないじゃないですか。全員が全員、今まで会ってきた人たちに全員に通達する方法なんかないじゃないですか。いちいちこう住所書いて名前社名がこう変わりましたって、よっぽどの取引先とかだったらそれするでしょうけども、ないでしょ。だからお客様相手に商売をしてるところは、そのやっぱり社名を絶対変えない方がいいですね。あと、まあ斉藤真美アナウンサーに関しては2003年の、ホテルオークラ神戸のメインバーで働いている時に来て、で告白する文章、今思い出したら2種類持ってきました。他の人と混ざってます。あとね、大江真理子と小林真也、まあ大江真理子さんと小林真也さんがその結婚話の件でね、来てくれたっていうのはあったと思うんですよね。これだからその話とか間に入ると、それで多分斉藤真美、まあその当時はまだアナウンサーじゃなかったと思うんですけども、そこからこの文章急いで書類回収して帰っていきましたけども、そういう事情なんですかね。もう僕もよく覚えてないんですよ、はっきり言って。僕からしたら急に誰それが来ていて、で覚えてるか覚えてないかの話のところからの話、川野明子も来てましたね。そこはびっくりですね。そメインバーのその キープボトルで、もう長い間もう何年ももう来なくなってるお客さんのそのボトルとかを、もう一旦もうここの倉庫に置いとこうっていう形で、店の中のそのキープしてるボトル、もともとボトルを先に買ってもらってるんですよ。だから勝手に廃棄なかなかできないんですよ。例えば極端な話、10年来てませんそのお客様はってなったら、それは廃棄しやすいと思いますよ。まあ1ヶ月や2ヶ月来てないぐらいだったら絶対廃棄できないですから、そう置いとかなあかんの話になりますから、もうボトルごと買ってもらってるの話で、それで、まあそのまあもう長年来られてないお客様のそのボトルを置いてる倉庫をガシャって開けたら座ってる女性がいたんですよ。で最初はね、わって思ったんですよ。メインバーの来ましたじゃなかったから、お疲れ様ですって言って、だから僕からしたらホテルオークラ神戸の人だっていう認識しかないから、一応ホテルオークラ神戸でもそのメインバーで働いていた時のその交わした契約書が、一月の労働時間120時間っていうものすごい中途半端な時間で、まあホテルオークラ神戸のそのバンケット、要するに披露宴とかそういった宴会とか大きな宴会とかそういった時にも働きにも行ってましたし、でまあだから他の部署の人たちとか、正直他のレストランの人たちと顔を合わせることはまずありませんから、どうかよその部署の人かなと。そうそう、でなんか笑いながらぼそっと、私なら甘えてくれてもいいからとか何か言ってるんですけど、これね、最初の頃の記憶、フルーツアーパークの頃からをスタート地点だとすると、最初どんな形だったかって言ったら、ね、1998年ぐらいのバーベキューコーナーだったと思うんですけども、夏か秋ぐらいの頃、川野明子さんが働きに来て、まあ、僕より年下の人ですよ、近づきに行っただけで、それ以上近づかないでくださいって一回怒られたことがあって、で ここの従業員の淡井圭介ですけどもって言ったら、ええって言ってその時の僕はどんな顔になってたかもう覚えてないですよ。そのいやいや、一応フルーツパークでもすごく男前になってた時があったんですよ。その
まあ、その話が最終的にハンカチ王子になったのか何なのかよくわかんないんですけども。わ からないですよ。まあ、その時の川田明子さんは先ほどはすいませんでしたみたいな形で なんかこっちからじゃびっくりして近づかないでくださいって、いや僕から見たら新人のものに見えるから 来たぞ来たぞって 先輩に向かって来た喧嘩打ってくるやつ、だからその春山整骨院の件か、もうフルーツラパークでもう1998年ぐらいの頃で、そのある程度喧嘩打ってくる人間は何回かいました。で、バンケットの方で、その、みぞおち殴られたりだとか、急にどこの誰かわからん人間が、従業員じゃない人間が、その、関係者しか入ってこられないところに入ってきて、その、みぞおち急に殴ってきて、もう一撃で、こちらもノックアウト。で、もう内臓がひっくり返ってるような感覚もむちゃくちゃ苦しい。で、あと、まあ、他にも、両腕、もう髪の毛金髪に近い女性に両腕を片一方ずつからこう思いっきり引っ張られて、もう両肩抜けそう。で、もう腕、もう伸びたらもうどうしようもないし、両手と足腰プラス背筋の力使われてる方が、絶対総合的な力上ですから、もうとんでもない、ボブ・サップさんみたいな人連れてきた話別だと思いますよ。だけどもう腕伸ばされたらもう力入らないんですよ、基本的に。もう振り払うことができなくて、誰か助けてっていう状態だったんですけど、もう本当に本当に、もう相手女性でも本当に助けを求めなきゃならないときは、攻撃してきた人が、相手が女性であったとしてもね、もう大声で助け言わなかったらもう大変なことになります。もうそういうことを経験した後で、そこでか、近寄らないでくださいだったでしょ 立場逆なんじゃないの いやいや、いろんな意味で。いや、僕の方が先輩だはずって一応僕、1996年か7年ぐらいからフルーツのパークで働いてたけども、この人見たことないし、ちょっと年齢聞いてみようと思って、年齢聞いたら、やっぱり年下で 一応僕、何年からここで働いてるんですけど って言って わかんない。多分先に誰かから僕のことを何か聞いてるんでしょ。何をどういうふうに聞いていたのか。まあ、その後どういうふうな話の展開になって、そのドアを開けた時にね、そのホテルオークラホーメンの ボトル置いてるところの椅子に座っていて、私なら甘えてもいいからとか、いや、ちょ、いや、あれ、小林麻耶、さんが来て、昔の結婚話、うんぬん、こうこう、昔僕の自宅に泊まりに来たことがある幼稚園児の頃とか、そういう話があって、もうごめん、もうごめんなさい、もう絶対こうなります。もうだからもうその時僕ね、その甘えてきてもいいからとか、そのボソッと言った声に関して、僕からしたら何かと思うかっていうと、なんか聞き間違えた、急に何言ってんだろう、この人っていう感覚にしかならないの。まず自分の名前と住所と電話。で、前どこそこで働いていた時に、会いました。一緒に実は働いてました。で、結婚話しました。その話が絶対先、急にボソッとそんなこと言われたら、どうしようって。メインバーの、とりあえず責任者の人に、これ言っといた方がええかなってなりますから。ほんと。絶対そうなります。で、それは本当にそうしておいた方がいいですね。本当に完全に部外者の人間とかが、入り込んでくることっていうのはありました。その僕は殴られた件とかね。だから、それは事実だから。だから今考えたら、本田朋子もそうと思います。それ分からないですけど、前もって披露宴会場とかで、そのうちの私の娘もよろしくお願いしますとか、その後テレビに出る方向の話か何かで、
まあ、40名ぐらい集まったりとか60名ぐらい集まったりとか、そういうの何回かあったんですよ。例えば歌手で島谷ひとみさんっていう人いらっしゃいましたけども、多分その人のおばあさんの方だと思われる方も、多分もう年齢的に現在、まあまあちょっと言いにくいことですけども、もうあれからもう30年も経過してますし、その時当時からそのご老体のおばあさんの方でしたから、そのうちの娘もよろしくお願いいたしますって言われて、わかりました言っておきますぐらいはまあ言っておきましたけども言われてきてわかりました言っておきますって、いやもうほとんどの人が多分その仕事関係でそうなんじゃないかなっていう感覚の方がその当時の僕は多分強かったと思うんですよ。だからその仕事のだから、鈴木杏樹さんとか、まあ、今の若い人は誰それの話だと思いますし、千堂明夫さんとか藤原紀香さんも、今の藤原紀香さんって言われても今の20歳ぐらいの人は全然分かんないと思うんですけども、まあまああと米倉涼子さんに言ってもこの4名の中で一番有名に一時的に名前が有名になったのは多分藤原紀香さんだと思うんですね。一応まあそれは海外のその人たちのつながり云々とかで海外の人たちと組んでその映画作ったりだとか、いやまあただ今から見たらこれね、自分の知り合いとかが映画に出てたら僕と同じような感想になると思うんですよ。ついついお前何しとんねんっていうような、藤原紀香さんに対して今言ってるんじゃないですよ。一応僕より年上、6つぐらい年上の人で、一応そのフルーツラパークで働く云々の前に親戚のうちで僕は小中学生の頃あって出ますね。ちょこちょこっと何回か会ったことがある。だからそのむしろ順序で言うこと、阪神淡路大震災があったから、ああいうふうに街中がめちゃくちゃになって仕事場云々とかもみんな多くの人がめちゃくちゃになったから、まあとにもかくにも仕事せなあかんしということでテレビに出て、でっていう方向性だったんじゃないですか。だからそれまで一応藤原紀香さんも芸能活動してましたけども、僕は20歳ぐらいの頃は向こうはもう藤原紀香さん26歳ぐらいだったんですけども、別に全然有名人でも何でもなかったんですよ。で、まあまあまあみんな有名になった方ですね、一時期的とはいえ。ただちょっとまあいろいろそのまあ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 同級生の妹さんなんで、まあ言いにくいですけども、ただまあその深田恭子さんみたいに露出の激しい人とかはもうちょっとこちらとしても関わり合いたくないっていうのが、これはちょっと事実で、もう絶対ややこしい話になるのは目に見えてるんで、ああと米倉涼子さんのウィキペディア、そう、一回結婚してましたよね。一応僕の方の情報、自分で記録してる方で、その米倉涼子さんの後に現在は離婚したようですっていうことを記載してるんですけども、多分結婚配偶者ありになってたような気がするんですけども、それなぜそうなったか皆さん分かりますか？僕もよく分かんないですよ。当事者一番ご本人じゃないとわからないんで、であとは加藤綾子アナウンサーに関しては高島綾アナウンサーが僕の家の前にその黒いワンボックスカーで僕もあんな怖い車で来られてもそのまま乗ったらいいからとか言われて乗った方ですね。でまあまあ最初高島やの、まあ、急に来たものだから、そう何から聞いたらいいんだっけっていう状態ですね。でそうそうで、結婚の話なんだけども、それでこの子を連れてきたんだけどもとか、ほぼ棒読みに近いような言い方で言ってませんでしたっけ。それなんか2回ありましたっけ。それ一番最初の頃どうでしたっけ。そのもうだんだんもう敬語で話するのめんどくさくなってきたんですけども、もう僕よりやっぱり年下だから、その普通にね、
高島屋さんの、もしかして平井理央とか女とこからそうだった。それ高校生の頃からその2人、その当時その2人高校生でしょ。年齢誰か偽ってます。もうそれされたらもう話も何がないやら、もうそれもうほんと無理な世界だから。まあ杉浦優樹さんの場合はこれね、もう分かんない。一番最初、まあ、フルーツラーパークで会ってるのはまず間違いないんでしょうけど、まあ、2002年サンパレス六甲で働いてる時にはっきりと本人からね、その結婚するかどうかで来ました、あとは淡井さんの答えしないですってストレートにもう直球ど真ん中にポーンって言われたんですけども名前と住所と電話番号絶対それ先、それ僕は返答してそのまま帰られたとしますよ。結婚しますと言ったとして、そのままもし帰られたとしますよ、名前と住所電話番号、行方不明事件それで帰られたらちょっとした詐欺事件になるじゃないですか。で僕の件これね、あのもう普通の本当に法律に真面目に生きてきた人で、もう世の中の嘘とかな、もうあれもこれも全部許せないっていうぐらい、その、まあ、正直にね生きてきた人たちからしたら、いや君集団詐欺になってるよっていうことに僕も本当は分かってるんですよ。分かってるんですけども、ものすごく怒らされたらそれ言っちゃう時あります。正直集団結婚詐欺になった、いや何回もテレビ局に行ってね、俺が今子供の頃のこのコンピューター、テレビ局のこのコンピューターの防衛手段の仕方として子供の頃のね声を使っていくんですが、さっき宇賀夏実アナウンサーの子供の頃の声で変えるっていう声聞かせてきた。もうけどもうどうしましょう、もう能登半島の件、本当にもう、宇賀夏実まだテレビ出てます、それチャンネルつけたら映ってますよ、池上彰のニュース、そうだったかで、もう気づきましたか、池上彰さん、年齢76歳で、今年で77でしょ、もう現場いないでしょ、池上彰さん。で、能登半島の地震もあれ、昔の内容でしょ。でしょ、多分そうでしょ。だって去年の動画出てきましたよ、2023年5月5日に。高校生の、高校野球の試合の時に、その能登半島で大きな地震、震度6って言ってませんでしたっけ。けどあの映像ってもっと前じゃありませんでしたっけ。もう何がなんだか僕も分かんない。だから正直池上彰のニュースそうだったかを見ると、カズレーザーっていう人たちとか他の人たちとかの顔を見たときに若い時のままでしょう。あれ多分もう昔の映像そのまま放送してるでしょう。でコロナウイルス云々の時の件の時に、まあテレビ局各局大赤字になってたっていうのはわかるんですよ絶対そうなんでしょう。銀行だってそうだったし、逆にあのコロナの頃にみずほ銀行だけ純利益出ていたらあれなぜなんです、どう考えても不可解。何したらそんなことになるんですって。本当に世界中で経済が軒並みああいうふうに止まってたわけじゃないですか。そんな状態でみずほ銀行だけ純利益って、もしかしてみずほ銀行だけ嘘記載しました、でどこからかサイバー攻撃仕掛けてくるかどうかを実験していたとか、僕もよくわかんないんですよ。あんな状況で純利益出せる会社なんかあるんですか。ないでしょ。ある、ゲーム会社、ゲーム会社だったら可能性ありますね。だからスポーツ関係なんか絶対無理ですから。だってお客さんまず最初ほぼ入れれなかったじゃないですか、席一つ開けたりとかで。だから演劇関係とかも絶対無理でしょう。大赤字どころかも倒産なんじゃないですか。どうなんですか。全員屋号とかで乗り切りました僕もね、もういろんな話とかいろんな状況をいろいろ考えていくと、もう何をどうしたらいいのか、もう僕も本当分かんなくなりますね。
何が良くて何が悪いのかのところでね、どういうふうに会社そこまでして働くべきなのかどうかとか、あとあと余計ややこしいことにならないかどうかとか。ごめんなさいね、1998年9年それぐらいの頃からなかなか話進まなくて、で次2000年の頃まで話進めますね。で2000年の頃、ああごめんなさい、1998年ぐらいの頃、一応ね、その安藤美姫とそのお母さんと思われる人としか言えない、泊まりに来ましたけど名古屋から来てますってちゃんと教えてくれたんですね。でそれで、ちょっと部屋に行きませんかっていうことで行ったんですよ。で、結婚話のことをされたんですかね。でそれで、いやその頃安藤美姫さんは小学生でしたから、いやご年齢の方は聞いてますからということで、そんなに先のことこちらとしても何ともっていう形だったんですね。でまだ何日か経過した、だいぶ先だったとしても、何日か経過したでいいじゃないですか、1ヶ月先でも2ヶ月先だったとしても、もう何日間空いたかもわからない、もう次の日だったかもしれませんけど、もう一回呼ばれたんですよ。お前から言い出したっていうことになってるぞって、あの調理場の人に言われて、で、一人の調理場の人に、で、別の方の人に、向こうの方はよく知ってるっていうことになってるけども、洋食さんの方にちょっと聞いてみたらどうやと言われて、洋食さんの方にこう聞きに行って、ワンピースのキザルの元になったと思われる人で、木原さんっていう名前で呼んでた人なんですけども、多分本当に名前木原さんという名前で合ってるとは思うんですけども、ワンピースのキザルですよ、海軍大将の元になった人なんですけども、その人とかと相談して、もうだいぶややこしい話になってるわって、もうお前ももう何が何やら分かるんで、どうしてるやろうで、ただ、とりあえず先に謝っといた方がええっていうこと。もう先に謝ったものが違うっていう話になって、フルーツの盛り合わせを持って、行ったんですよ。行ったら、今度安藤美姫のお母さんじゃなくて、一緒にいた人が、山田部長っていうことになってたんですけども、フィギュアスケートの。で、それで合ってますよね。テレビの放送で後からそういう風になってただけかもしれませんけども、ファインハイゼン、人材派遣会社のファインハイゼンの当時部長だった山田さんっていう人がいたんですよ。で、その娘さんが山田マリアっていうものだったと思うんですけども、その人とはもう、何か僕の件でちゃんと有利になるような証言をするのであれば、それなら証言してほしいけども、それ以外のところではその人もかなり変なことした方の人だからもう僕はもうその人とは関わり合いたくないんですけども、証言者が見つからなかったらもうそうするしかなくなるでしょ。いやもう関わりたくない方の人なんですけども、その山田マリアっていう人も、もう現場では名札新谷ってつけていて、そこでも黒服を着ていた人で新谷っていう人がいて、だいぶややこしいです。でそのもしかしたらそのファインハイゼンの山田部長、その後山田取締役、現在はもういないらしいですけども、現在取締役って言い方をしたのは、最後の方にね、そのワインハイゼンで働いて、その、一回会社を東京も買いに行ったんですよ、その後。で、その時に買った時は、山田部長は取締役になっていて、そもそも、どうなんですかね、人材派遣会社って、その人を派遣してるだけで、そんなに大したお金なんか入ってくるわけじゃないじゃないですか。だから、もしかして部長も取締役の人がしていて、社長を代表取締役の人がしてたっていうことになるんですかね。
僕もよくわかんないんですよ、今考えたら。で、その、いや、女性のね、山田部長とされてる人が、その、の時に結局フルーツ盛り合わせを出したんでしたっけ？どうでしたっけ？その時は僕、いや、もうスポーツの勝ち負けだったらっていうことで引き返しましたっけ？何回かそれありましたよね。もうそれだけでもややこしい。一人だけでも。なんかもう、まあ、いろんな話で結局、伊達公子さんだけで精一杯だとか、なんかそんな話もあったような気がするんですけども、一時だけは本当にその方向性で燃えて、そのバリボンさんの74本 出塁率見たらびっくりしますから、フォアボールだらけで、あとの打席大体ホームランだったから、本当に それで74本 年間その当時の頃って、200安打なんか打つ人、まずいなかったんですよ、ヒットの数。ホームラン70、じゃあ73本、ごめんなさい、間違えた。74本と73本、たまに間違えるんですけども、新しい記録の更新、まだ僕に寄せてこられても困りますから、そんなに頭なんか貸したりとか、もう無理だから、嫌だから。73本にだいぶ関わった方です。もうあれもフラフラでしたから、本当。それ多分ね、結局、それに取り組んだのも、結局、伊達公子さんも海外戦で、その、時間帯、海外の時間帯、それがあったから、もう一緒にもう一気にやってしまおうみたいな形にしましたっけ。もうあの頃もしんどかったですね。ごめんなさい、なかなか1998年から進まなくて、もう残り動画の再生時間、それじゃない、収録時間が残り迫ってきたんで、もう一旦これぐらいにしておきますね。ごめんなさいね。まだ1998年ぐらいの頃で。